フォルミダビーで急走行艦とは、イタリア海軍が1860年代に購入した走行艦の艦級である。イタリア海軍では一等走行上気フリゲートと分類していた。本級の巡航は、イギリス海軍のウォーリアよりも1ヶ月早く、イタリア海軍は世界で2番目に走行艦を取得した国家となった。イタリア海軍の戦艦の故障であるコラッツァータは。 本級から使用された。まだ国内の工業力が未発達であったイタリアは、宿敵オーストリア・ハンガリー帝国海軍に対抗すべく、時のサルデーニャ王国の最小髪色ベンソ伯爵が、フランスがクリミア戦争で用いた、装甲自走を器砲台2隻を発注した。しかし、同時期に、フランス海軍により、世界初の装甲艦、グロワールが誕生していた。 これに影響されたイタリアは急遽、公用装甲艦に変更した。これが本級である。本級の基本構造は、木製の船体の原則に、鉄製の装甲板を張った3本の搬送用マストと1本円突を持つ走行コルベットとして、フランスで設計されたが、本級の収益時には、イタリア海軍最大、唯一の装甲艦のクラスであったために、フリゲートに類別された。 本級は、船体側面部に 109mm 装関板が貼られた砲門を持ち、艦内に 16.4cm、鉄製ライフル砲を単装砲がで16機を装備していた。1860年12月に、フランス、ラセーヌ造船所にて、寄港、1861年10月1日浸水、1862年5月、収益。 1904年7月25日に除籍。1860年6月に、フランス、ラセーヌ造船所にて寄稿、寄港。1861年2月16日浸水。1861年9月収益。1903年8月30日に除籍。ありがとうございます。